はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、またですね、久しぶりなんですけど、めちゃめちゃ嬉しいことがあったので、動画で、ご報告させていただこうと思うんですけど、まず今、PayPay の100億円キャンペーン第2弾やってますよね。で、まあさすがに1回目のキャンペーンと比べると、まあ1回で当たるのが1000円までということで、注目度はやっぱり全体的に落ちてる気はするんですけど、今回の第2回目のキャンペーンは1回目のようにとにかくインパクト重視で、まあでっかい当選をね狙ってとか、ね、そういう使い方ではなくて、もう本当に日常的に食品とか、飲み物とかね、そういうものを買ったりするときに、パッとね1000円分当たったりとか、ちょっと普段使いで嬉しいようなキャンペーンの内容になってます。で、私の動画を12月ぐらいから見てくれてる人は、まあ、知ってると思うんですけど、実は私ですね、第1回目の PayPay のキャンペーンで全額当選ね、当たってるんですよ。なんと全額当選しました。イエーイいや、マジなんですよ、これ。ということで、ほんとその時も、別に全額当選を狙って、PayPay 第1回目のキャンペーン行ったわけではなくて、予約していた商品をビッグカメラに受け取りに行って、で、その時に PayPay で決済をしたら、なんと1回目の利用でね、全額当選してしまうという状態だったんですね。その時に当たったのが、まあ今も普段からめちゃめちゃ愛用している、まあ、iPad Pro のスマートキーボードですね。まあそれが第1回目の PayPay のキャンペーンで、全額当選しまして、結局その時は2万4000円分ぐらいですね、バックされて、で、まあそれはもうすでに1月頃に今のPayPay残高の方にバックされてきているという感じですね。もう非常にありがたい、当選でした。で、まあその時特にすごかったのが、実はそれいろいろ対策をすれば10回に1回の確率で全額当選するっていうようにできたんですけど、私はその時ね一切何も対策とかをしていなくて、40回に1回の確率で全額当選するっていう確率の中、最初に PayPay で決済をして、まさかの全額当選をするっていうね経験を第1回目でしたんですよ。ちなみにその後ね、第1回目のキャンペーンの時にもう1回 PayPay 使おうと思って、でその時はYahoo プレミアムの会員になったら一応月額462円で全額当選の確率を20回に1回まで上げることができたんですよ。だから、まあちょっとそれだったら、まあ、Yahoo プレミアムの、まあ、会員にちょっと1ヶ月だけなって、で、まあ20回に1回の確率で、もし当たったらね、1回で回収できちゃう話なんで、まあちょっとそれでやってみようと言ってですね、まあ2回目に PayPay 使って、で、その時に買ったのが、まあ例の私のエイリアンウェアですね。で、買ったんですけど、当たらなかったんですよね。よし、当てようって言ってね、狙いに行くと、まあ当たんなかったと。いうのが、ま、第1回目のキャンペーンですね。結局私が、使ったのはもう2回ぐらいという感じです。で、それから、2ヶ月ぐらいかな、経過して、まあ、今2月なんですけど、PayPay 第2弾の100億円キャンペーン、今も絶賛開催中ということで、まあ、キャンペーンやってますよね。で、前回の雑談で、まあ、ちょろっとお話ししたんですけど、私ね、特に PayPay 2回目のキャンペーン使おうと思ってはいなかったんですけど、まあ、本当普段の日常的な買い物を、まあ、近くのドラッグストアに行ってしてきたんですけど、でその時4600円ぐらいの買い物をして、レジを見て PayPay は使えるわっつって、使えるんだったら使っとくかみたいな感じでキャンペーン使ったんですよ。そしたら4600円ぐらいの買い物で900いくら返ってきて、あ、これは結構普段使いに美味しいねっていうことに気づいたんですね。まあ、あくまでも PayPay をまあ当てに行こうとか、まあ、使いに行こうって感じで行ったんじゃなくて、もう本当日常利用という感じで、1回使ってみて、まあ良かったなという話を、まあ、前回雑談でちょっとお話ししました。で、その時ですね、やたら当たるくじっていう、まあ、第2弾のキャンペーンでやっている、まあ、ちょっとした、まあ、宝くじじゃないけど、まあ、1000円ね、当たるくじっていうのをやってるんですけど、まあ、それは当たらなかったという感じでした。で、なんとですね、今回、まあ、その第2弾キャンペーンをもう一回ね、使う機会がありました。で、それも別に特に今回、PayPay を使うために、よし、行こうっていうんじゃなくて、本当に普段の、まあ、ちょっとした食料品ですね、牛乳とか、あと納豆とかね、ちくわとか、まあ、最近ちょっとダイエットしてるんで、まあ、そういった、まあ、低カロリーな食品とか、あとはね、
バナナ豆乳とかね、なんかカロリー半分になってる豆乳とか、いろいろ買って、まあ、その時も同じ、まあ、ドラッグストアだったんで、まあ、ペイペイ使えることは知ってたんで、じゃあまあそれで使うかという感じで、ペイペイで決済したんですよ。で、そしたらですね、なんと2回目の利用でペイペイのやたら当たるくじに当選しました。イエーイということですね。その時、決済額が1800円だったんですよ。それでやたら当たるくじが当選したんで、バックされるの1000円なんですよ。やばないですかこれ。本当に。だって1800円の普通の買い物して1000円返ってくるって言ったら、本当にだって買ったものの倍以上の金額が後から返ってくるんですよ。これやばいなと思って。一応これですね、やたら当たるくじに当選すると、まあ、1000円は返ってくるんですけど、まあ、通常の、まあ、20% 還元っていうのはなくなってるみたいで、まあ、要はやたら当たるくじで1000円当たったらもうそれだけなんですよ。だからさらにもう 20% 分返ってくるとかはないみたいですね。うん。だからもうほんとできるだけこの少額決済の時にやたら当たるくじが当たった方がね、お得感がめちゃめちゃ大きいという感じです。ほんとだから私1回目使った時4600円ぐらいだったんで、結構5000円ギリギリで、買い物したんですけど、その時はやたら当たるくじは当たんなかったんですね。でも当たんなくても 20% で900いくらとか返ってきたんで、まあ、その時はむしろ当たんなくてよかったんですよ。だけど今回あの1800円っていうね、ほんと小さい買い物で1000円当たると、まあお得感がさらに大きいということですね。本当にね、なんか逆にこれついてるなと思いました。うん。だって1800円の時に 20% 還元だとしたらいくらだ、1000円はもうとてもいかないですよね。 OK Google、 1800円の 20% はいくら？答えは360円です。はい、ということで、360円になるはずだったんですけど、まあ、そこがやたら当たるくじが当たったことで、まあ、1000円になったということで、今回はね、完全にちょっとついてるという感じでした。本当ね、5000円ギリギリでやたら当たるくじが当たっても旨味は全然ないんですけど、今回みたいに、まあ、1000円いくらとか、そのぐらいで1000円返ってきたらめちゃめちゃ旨味あるなという感じで、またちょっとね、ペイペイ第2回目のキャンペーンでちょっとね、美味しい思いをしてしまいました。ちなみにあの、ヤフープレミアムの会員はですね、1回目のキャンペーンの時に、1回入ったんですけど、あの後ね、結局もう解約しちゃったんですよ。ってことで、今回も全く、その当選確率アップの、まあ、施策とかは何もせずですね、10回に1回の確率で当たる、やたら当たるくじだったんですけど、まあ2回目で当たったということでございます。どう？これ結構運いいんじゃない？これ。最近なんか運いい気がするな。本当あの12月かな、1月、正月からあのエイリアンウェアの、まあ、不具合問題とかで、まあ結構ね、1月は運悪かったんですけど、まあ2月になってちょこちょこ運が良くなってきたなという感じです。エイリアンウェアのおかげでね、私の悪い運気が、まあ、吸い取られてくれたのかなみたいな感じですね。で、まあ今のところまだ第2回目のPayPayのキャンペーンは、特に終了予定とかは出回ってないし、まあまだ引き続き続くと思われるので、このままね、予定されてる、確か5月ぐらいだったかな。それまで、続いてくれればね、まだまだ使う機会は結構あると思うので、まあPayPayのね、キャンペーン、まあこれからも、使える時にね、じゃんじゃん使っていこうかなと思います。はい、そんな感じで、今回は、本当にね、もうなんだろう、運いいのかな、運いいと思うんですけど、PayPayのキャンペーン第2弾でも、まあ第1弾と同じように、くじにね、当選してしまうというお話でした。結構普通に対策しなくても10回に1回は当たるっていう、やたら当たるくじなんで、まあぜひですね、試してみてはいかがでしょうか。できるだけね、少額で、まあ1000円いくらとかで少額で決済した方が、旨味があるので、まあ、コンビニとかね、ドラッグストアとかね、使ってみるといいと思います。はい、そんな感じで、こちらのチャンネルでは、普段はガジェットの話とかカメラの話、あとゲームの話などもしております。気に入っていただけたら、高評価、それからチャンネル登録、お願いします。では、また次回の動画で会いましょう。さよなら。